神様に会いたければ神社に行けばいいのです。神様からアドバイスを頂きたければ神社に行けばいいのです。それならば、日常生活において神様に会うことはできないのでしょうか？日常生活において神様からアドバイスをいただけないのでしょうか？日常生活において神様に会ってアドバイスをいただける方法があります。 今自分ができることを今自分がやるべきことを精一杯行っていると神様が現れますそして神様が指針を示してくれますそれは今やっていることと全然違うことかもしれませんむしろ逆方向かもしれませんそれならこれまでやってきたことが無駄に感じるでしょうそしてなぜ最初に言ってくれなかったのだと思うでしょう 法律からら言ったら最悪です。やり直しだったり全然別なことを新たに始めなければならなかったりするのですからしかし神様は効率を求めているのではありません人に求めるのは御霊磨きです御霊磨きを第一に求めます努力をする前に神様が現れ成果が上がれる指針を示したら 次から神様が現れるまで努力ができなくなります。自分で判断できなくなります。自分から始められなくなります。これでは全く見霊は磨けません。だから神様は人が努力の真中にいる時に指針を示してくれるのです。これが日常生活において神様が現れる法則、原則、鉄則です。 ここでわかるのは神様は人に御霊を磨いてほしいという親心の塊であることそれならば神様が最初から現れ途中でも現れ最後にも現れる祈り方があることに気づきます要は神様が最初から最後まで現れ続ける法則それは御霊磨きの祈り御霊を磨きたいという祈りを絶えず発し続ければ 神様は終始一貫して現れ続けなければなりません。だから御霊磨きの祈りをしましょう。